リビングから望む水平線。ウッドデッキには贅沢なジャグジーも。ここは一体？芸西西インターチェンジからすぐのところにできたリゾート施設、波テラス芸西。見どころたくさんのこのリゾート施設を紹介します。今月完成した芸西村西分の波テラス芸西。高知市の加納建設と江南市の石川共栄不動産の合同出資会社が建設したもので、総事業費は2億5000万円。そのうち1億円は芸西村のクラウドファンディング型ふるさと納税を活用しました。着工から3年余りをかけ、宿泊棟4棟を備えたグランピング施設です。いよいよ波テラス芸西オープンとなりますね。長かったです。ようやく。でも本当に素敵なリゾート施設になりましたね。はいはい、やりながらなんか あれもやってみようかな、これもやってみようかなっていうのが次々出てきて、なんかおもちゃ箱をひっくり返したみたいなところになったなみたいな感じがしてます。そんなおもちゃ箱のような波テラス芸西の中心にあるのがこの大きなヨット。実はこのヨットにも泊まることができるんです。そして内装がまたすごいんです。フランス船籍だったという飴色の木材が美しい豪華な内装のヨットをオーナーが購入したことから、ヨットを生かした大人の秘密基地、波テラス芸西の構想がスタートしました。このヨット棟のほかに2人から4人が泊まれるコンテナハウスが2棟あり、いずれも1棟あたり1泊3万5000円から宿泊できます。そして施設の目玉となるのがこちらの建物。当初はトイレ棟になる予定でしたが、中はサウナになりました。薄暗く木の香りが漂う円筒型のフィンランド式サウナ。サウナ棟の外壁には最新技術の建設用 3D プリンターを使用。伊野町出身の大岡渉さんが代表を務める東京のベンチャー企業ポリウスが、去年10月およそ3週間かけて64のコンクリート製のパーツを印刷しました。印刷したい場所と印刷しなくていいっていう場所を最初デジタルデータで書いておいて、印刷しない場所はこういうふうに内宮にしたりとか、これ今単純な四角い形にしてますけど、極端なことを言うとここがハート型になったりとか、ここが星型になったとしても 3D プリンターとしては別に技術難易度は変わらないっていうような状況なんです。じゃあ本当にその形の自由度が高いんですね。はい、高いと思います。その後クレーンを使ってパーツを鉄筋に通していき、5日間かけて現場で組み上げました。高さは3メートル、直径は最大7メートルの円筒状で、通常の型枠では難しい曲線的なデザインが特徴です。国内で開発した 3D プリンターで作る建物としては全国で2例目、県内では初の試みです。中はガラス越しにコンクリートの層がライトアップされていて、まるで洞窟にいるかのようです。天井部の小さな穴から差し込む自然光と間接照明により、ほんのり浮かび上がる 3D プリンター独特の波のような積層模様が不思議な空間を演出します。さらにサウナ棟のウッドデッキが設けられていて、外気浴のスペースになっています。景色は海と空、最高の整う体験ができます。建設用 3D プリンターを使った実験的な建物でもあるユニークなサウナ棟は宿泊者のみ利用できるということです。そして高台にある離れの宿泊棟は、木材の 3D プリンターでパーツを作成し組み上げた大空間のリビングが特徴で、デッキにはジャグジーも完備。
4人から6人が宿泊でき、料金は1泊6万円からです。やっぱり将来見据えた時に建物の作り方っていうのが大きく変わっていく可能性があるなって僕は思ってて、で今の最新技術に、まあ、こう自分のところの敷地なんで、まあ、ある意味実験しやすい、環境があったので、まあ、3D プリンター使ってみるっていうのもそうですし、ここの建て方もそうですけど、まあ、やってみようみたいな、チャレンジしようみたいな、そんな感じです。利用する方にはどんな風に利用してほしいですか？いや、それがですね、なんか僕としては利用の仕方を編み出してほしいなと思ってるんですよ。ほう、はい。まあ、こういう場所なんで、例えばこの離れにこもって何もしないとか、あのめちゃくちゃサウナ好きな人がずっとサウナみたいな、そういう楽しみ方もあると思うし、多分ね、いろんな使い方あると思うんですよ。僕が気づいてないいろんなここの楽しみ方を皆さんになんか見つけてほしいなと思ってます。海と空を望める絶好のロケーションと新たな建設技術を使ったユニークな建物が魅力の波テラス芸生、グランドオープンは12月末から1月初旬を予定しているということです。